ちょっと田中です。今回はマンオーを使ってエグゾダスやっていきたいと思います。さあここ、いや待てよ、ここだったらこれに変えようか。そうだね、ちょっとねショットガンよ、ちょっと様子見ますけど、そう多分ここで多分ショットガン使わなきゃ、どこでショットガンを使うんだってぐらいショットガンのステージの気がするんだよね。よいしょ。さあ敵が今のところだいぶいい感じで掃除できましたが、おお怖い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 、まだいるねここ。あれこれ敵じゃん。オッケー、めっちゃ足音聞こえる、怖。さあどこから来るか、上にいるのかな、違うね、上じゃないね。あらチャーリーに変わった、早いね。あれ待って、チャーリーからのお客さんが来てないですか。オッケー任せろ。オッケー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 、なんかショットガンでやるよみたいなことになってんのに、なんかショットガン使うあれがないっていうね。あーこれ上に行ったね、あ逃げた、これ降りてきそうなんだよな、怖いな。あ降りてきた、オッケー。あーヒーターゲット、待って、ここにいない、大丈夫。いや来た、待ってくれ。いや待って、危ねえ。ヘイターで場所がわかるんだから、しっかり狙っていけ。あーきつい、なんともこの気にしながらの、待った、あーマジか。あーショットガンに変わります。ショットガンに変わるんだ。まあ元からショットガン使いたかったからね。うん、そこ、ああマジかよ。おい、そういう抵抗はなしだろう。待って、わからんようになってるじゃんこれ。ああスパロ、待った、オッケー、スパロゲット。さあ出てくるか敵が、またこれ、おっとやったぜ。敵が飛んでくる、的が飛んでくるか、あそこにいるぞ。当たらなかったけど、いやよし、オッケー。スパロ楽しいねこれ。ちょっと逃げますわ、どこに敵いるんだろう。取るます、よし取りましょう。さあラップスに囲まれてここにいたらまあ安全じゃないかなというところですけれども、ラップスも意外とゴロゴロ転がるんだね、こんな凹凸あるところだけど。どこ行くんですかね、あっち行くんですかね、いるそこに。あいるみたいだね、オッケー。あここにいる、オッケー。またヘイターゲット。さあ誰か来るんじゃないか、待って、あーくっそ難しい、なんでヘイターで止まるんだここマジか。まあこんな中でも、まあ、カウンターさえ来なかったらねワンチャンありますから。待って狙いづら、あ待って、あーきつい。いやーでもショットガンなかなか面白いですねこれね。ショットガンにスパローっていうなんか一撃必殺みたいなね狙ってね、これ楽しいね。待って、どこだ、あ中入った、待って普通にあれがある、普通にヘイター出てるから、おー待って、横、うん、ヘイター終わりましたね。いやーこれ敵のなんかトロフィーシステムよう見えるわ。待って、あーくそちょっとのズレがいのこれな、やべ敵が、待って敵がちょっとノリノリになってきてるような気がするな。オッケー危な、ちょっと待って怖いんですよ、待って、あーここで当てられない、くっそーどうするよここから。ここあいない、これ敵じゃない、あ死んだ、オッケーナイス。さあこの中から入っていきますよ。いやマジ今の当たんなかったか、近距離の方が難しくなるというね、なんか結構味方さん押され気味なんだね。ちょっと自分がなんかウェーイとかやってたけど意外と結構厳しい感じだね、状況はね、切迫してますね。いましたねあれ、ありましたね、うわめっちゃ撃ってきてる、怖っ。どうしようこれ、味方さんちょっとあの人やってくれないかって、いやーこっちやればよかったか、ちょっとなんか逃げてる人見るとさ撃ちたくなりますよね。どうしよう、
チャーリーの方になんか敵が侵入してるみたいだけど、どういうことだこれ。大丈夫だよね。もうそこ、ま、あれれれ、なんかやられてるぞ。大丈夫かこれ。おいおい、なんで今の死なないのか。ちょっとよくわからんぞこれ。強いと思ったけど、強いんだけどようわからん判定がねえありましたね今ね。さあやっぱ結構スラッグ弾なんで、あのショットガン、普通のショットガンとやっぱ当たり判定が違う分ね、結構シビアなんですよねそこら辺がね。なんかいやーマジか、エグザス久々にやったんだけれども、マンウォーの時の方がなんか若干良かったような、そんな気がしなくもないんですけどね。ちょっとね前半のね、あの出すまではいい感じ動けてたんですけどね、やっぱ押し込まれるとやっぱねこう動きづらくなるんですよね。やっぱ自分があの正面で撃ちまくってると、やっぱり自分だけに敵が来てっていうことになるんで、そこで味方さんも一緒に暴れてくれるかいてくれたら、あの敵の注意がそれるんでね、そういうのめちゃくちゃありがたいんですけど、なかなか難しいですよね。ここにいる。オッケーオッケー、倒した倒した、ブラボーいけるぞこれ。どういうこと、あ待って待って、ここになんかいるよ、危な、待って待って待って、いけるいけるいける、オッケー、危な、よしエネミーダウン、オッケー。このショッティなかなかやりますね。大丈夫ですか大丈夫ですか、死にましたね、オッケーオッケー、いいぞ。あやばいっすやばいっす、いや待って待って、狙うよ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 、めっちゃさ、やべ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 、こっから来るこっから来る、嘘そこはないでしょ、穴だらけだなほんと、隙だらけだなってほんと言われちゃうよほんとに、イルカ先生だよほんとに。あいる、よいしょ、 OK、 いやいや OK、 いけるねこれ、なかなか優秀じゃないか君、びっくりしたよそこまで当たるとは。絶対裏回ってきてるからね、待ってここにいよう、このストックが重要ですよ、ストックで練り歩くというところね。ブラボーブラボー、あっあっち行ってくれよ、あやばい。あなんかいる、ちょうどいい、あ待って待って、またブラボーになんか侵入者、ケルベロスがやってくれたかな、うお危な、いや待って、うわうわ待って待って待って、なんでリロードしちゃったし、そこでリロードする、ちょっと待ってブラボーがやばいんじゃないかこれ、まだまだこっちは点数勝ってないぞ。あーでもピロ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 いってるよ本当に、もうどうしよう、あーここで当たらない、やっぱりちょっとシビアだな。でもなんだろう、このスタイなんか、モーデルみたいでしょ、モーデル、モーデルだったっけ、そうだよね合ってるよね、ショットガン、あの MW3 にもあった神的にいいショットガン。あーもうやっぱここら辺はショットガンだと視認ができないと厳しいですね。左から回っていきましょうか、いや左から回る時間がないな、もうこのまま行っちゃ、うわい、いた、よし、さあ左のところにいたからね、さっきはね、よくもやってくれたなと思ったけど全然いなかったわ。いけるかこれ、うわーかわいそう、強っ、マジかよ、普通になんか倒されたわ。いやー後ろいますねこれ。ラジコン、ほらー何やってんだ、まったくいけないもの持ち込んで、没収だ没収、やべマジか、危ないね、行くぞ左から攻めて敵の陣地を、いや待てよ、こっからもっと行けばいいんじゃないかこれ、敵ウェブや出てきたけど、まあまあこれは関係なし、ちょっとリスまで行っちゃってもいいんじゃないかこれ、むしろリスで荒らしてっていう感じも悪くないな。オッケー、ここで敵とお遊びをするんですよ、そうすると敵はこっちにおびき寄せられてブラボーがおろそかになって、ブラボーに行けるあれになるんじゃないかっていう読みですね私の。と思ったらアルファ失いそうになってんじゃねえか、うっせやろ、いや待ってこれ敵か、おいオッケー、チャーリーナイス、やめて適当に撃っちゃった、もったいない、
オッケー。さあ、こっから進んでいくぞ。大丈夫か？左ないか？右だったね。思いっきり右見てたね。あれこれ、あー、そっか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 。なるほど、なるほど。待って待って。もう少しで終わっちゃう。これもったいないかー。虹。いないいない。あ、いますね。オッケー。スパローいいな、これ。やっぱり。もうちょっとで溜まるから。いやー、そこで、おもむろに出てくるのは NG だわ。マジか。ブラボー。もう取りましょうか。これはブラボー行くしかないような気がしてきたよ。おー、危な。絶対ここ来るでしょ。おらー。へっへっ、テンペスト目。どうだ、見たか。なんか、ここの上だな。あー、近く、近すぎるとやっぱりね、エイムして打たないと、これ腰ダメで当ててもね、かすり判定ほぼなっちゃうんでね、こうやって覗き込むことが大事なんですよね。さあ、ここにいても別にいいんだけど。ほら、いってやー、マジ。危ないねー。どうしよう。いけるんじゃないこれ。いける、取れるんじゃない取ったら取れた。ナイスナイスナイス。ほっ。待って待って。いや、待って、これで、これで死ぬのはさすがに。うわー、出た、これ。ちょうどアウトね。やっぱフルオート武器の方に、分配が上がっちゃうんだよな。あー、まあでも言うて、あそこに、あの、ガーディアンがあるんで、ありですね。どうよ。どうよ、この。どうよ、この。いやー、ダメだったかー。というわけで、今回はね、あれですね。なんだっけこの武器、アーガスを使ってノミネーションやってまいりました。序盤のマンオウォーとか良かったんだけどな。まあ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 、このステージになるとやっぱ近距離の戦いになって SMG が多くなっちゃうんでね、それをやっぱりキラーとしてはこのね、このアーガス良かったんじゃないでしょうか。ロングバレルとクイックドローとストックをつけて今回やってまいりました。というわけで今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。というわけで、次回もかかってこーい。